イエーイ星。チャップマン料理研究部部長のチャップマンまさきです。今回はリクエストをいただきました、ミスター味っ子の漫画飯再現の方をしていこうと思います。それでは今日も行ってみます。よろしくお願いします。それではまず酒井和馬の作ったクリスピー生地の方から作っていこうと思います。こっちの方は薄力粉を 100% で作ります。ドライイーストと塩はもう粉に混ぜちゃって構いません。ぬるま湯とそしてオリーブオイルですね。ここにビタミン C 系のものを1滴ぐらい入れとくとイーストが活発に働いてくれます。これをひたすら混ぜていきます。水分量が結構微妙なんで、どうしても足らないときはちょっと手を濡らしたりとかして調整してください。ある程度まとまったらボウルから取り出してまとめていきます。表面の方が綺麗になったらボウルの方に戻して、そして濡れたペーパータオルをかぶせて1時間ほど放置しておきます。洋一くんの方はもちもちのナポリピザの生地を作っていきます。こっちは分量が違うだけで手順は全く同じなので割愛します。それではピザソースの方を作っていこうと思います。では材料の方を細かくしていこうかと思います。はい、みじん切りになりました。こういう缶詰のトマトは加熱用に作られたイタリア産が使われているので、このフレッシュを使うよりも美味しくできることがあります。これを細かくして使っていきましょう。オリーブオイルでニンニク、アンチョビ、生ハムの方を炒めていきます。ソースの方は2人とも大体同じような感じなので統一しちゃって作っていきます。皆さんはミスター味っ子知ってる世代の人ですか？料理を食べて凄まじいリアクションを取る、そんな漫画の走りと言ってもいいかもしれません。まあ僕は小学校高学年の頃、このミスター味っ子の洋一くんの工夫とかをバリバリ真似して家で作ってましたね。そして気がついたら料理人になっていた、そんな感じです。まあ僕の原点ともいう感じですね。トマトソースは煮詰めるときにこんな風にめちゃくちゃ周りに跳ねるので、やけどしないように注意してくださいね。1時間経ったので一度ガス抜きの方をしていきます。膨らんだ生地をこうもう一回潰してまとめていきます。おろすることでイースト臭さとかが消えていきます。綺麗にまとまったらまた濡れたペーパータオルをかぶせてまた1時間ほど放置していきます。もう1時間経って膨らんできたのでもう一回潰していきます。これを4等分ぐらいにしていきましょう。多い生地はラップして冷凍しておくと保存が可能です。これで好きな時にピザが食べれますね。使う時は自然解凍してください。それでは麺棒で伸ばしていきます。最初に丸を作って押したところが伸びていくので、それをうまく8方向にする感じにすると綺麗に丸になっていくかと思います。適度に裏返してください。焼くと膨らんじゃうのでフォークで全体的に穴を開けます。ようちゃんの生地の方も同様に伸ばしていきます。こちらは後で包み込むのでフォークで穴は開けないでくださいね。下にクッキングペーパーか何かを引いておくと後の作業が楽になるかと思います。それではようちゃんのピザの方から再現します。ピザ生地にトマトソースを全体的に塗っていきます。そしてフレッシュ感を出すために生の玉ねぎとトマトも加えていきます。あとはようちゃんの工夫通りの具材ですね。パイナップル、生ハム、そしてウニですね。ウニは高いやつじゃないからちょっと味が違うかもしれません。そして今回のこのピザの肝であるかぼちゃの花はさすがに手に入らないんで、ルッコラの花で代用します。ピリッとした一点の味ならルッコラでいけると思います。チーズの方はとりあえず3種ミックスにしました。そしてここに生卵を落とすんですが、ちょっとそれは無理かなと思ったので温度卵に変えていきます。そして端から畳んで閉じていこうと思います。まあ要はカルツォーネですよね。それではカズバのピザの方も再現していきます。カズバのピザは高温で短時間で焼くということだったので、家庭で再現するためには空焼きが必要かと思ったので、ルーの方は一度空焼きしました。こちらの方に
生地にトマトソースを塗っていきます。そしてじゃがいもとスパゲティを茹でておきます。こちらもフレッシュ感を出すために生の玉ねぎとトマトを乗せていきます。そして生ハム、そしてシラスを乗せていきます。そしてカズマの工夫の一つであるこだわったチーズ、マリボーチーズの方を乗せていきます。軽く食べましたけどちょっとしょっぱいっすね。そんなわけでちょっとマリボーだけだとしょっぱそうなので普通の3種類のチーズも混ぜました。今回は 1.4 ミリのスパゲティを表示時間の1分前に揚げてオリーブオイルで合わせました。これをピザの上に乗せていきます。漫画の中ではちょっとチーズの上なのか下なのかよくわからなかったので、チーズを乗せてさらにその上にもスパゲティを乗せていくという形を取らせていただきます。これを高温のオーブンで焼き上げてさらに余熱で火を入れるということだったので、うちのオーブンの最大の温度、それで4分焼いて余熱で2分放置します。カズマの方はできましたね。ようちゃんの方は油の中にピザを入れていくということなので、油の中にピザを入れていきます。安全最優先で入れてから火の方をつけていきました。俺いつも以上に燃えてるんだって言いながら火事を起こしたらしょうがないですからね。まあ要するに揚げ焼きにしていきます。これ生地が破れないか心配です。これ破れたらめっちゃ油跳ねそうなんですよね。なんとか無事ひっくり返すことに成功して、なんだかんだで完成したようです。双方完成いたしました。それではいただきます。カズマの方から食べていこうかと思います。結構原作のイメージ通り薄くできたんじゃないでしょうか。めちゃくちゃうまいですね。これはブラボーおじさんもブラボーって言っちゃうかと思います。これようちゃんのやつ揚げてる間に錆びちゃったけど、その分お先しい日でも美味しいです。では揚げピザも食べていきます。熱すぎて食えない。確かにこれナイフフォークじゃないと食べられないですね。パイナップルと海が絶妙に合いません。これ安いウニだからかもしれないけど、苦さの方がもうめっちゃ際立っちゃいますね。ルッコラの花はいいアクセントになっちゃいます。原作だと甲乙つかず両者優勝だけど、これ絶対カズマの勝ちだと思います。ではもしもカズマのピザ窯で洋石のピザを焼いていたらどうなったんでしょうか。やってみました。これ油で揚げるよりこっちの方がうまいですね。火が入りすぎちゃってますけど、油で揚げないなら生卵でちょうどよくなるかもしれませんね。もう今日この再現のために半日費やしたので飲ませてください。あーうまい、もうビールしか勝たん。味王様ならうまいぞって叫びながらお肌けしてるとこです。ん、何かありました。では今回の研究のおさらいです。もう再現するだらもうマリボーチーズさえ無視すれば、もうカズマの方がお手軽で低コストで作れて美味しいですね。用意するやつはまあ苗盤不必要とか、なんかそういういいウニじゃないと苦味が気になってパイナップルとは合わないです。そして揚げるより焼いた方が美味しいですね。そして何よりビールしか勝たんです。かぼちゃの花はルッコラの花、もしくはルッコラの葉っぱでも代用できるんじゃないかなって気はしますね。そして焼くなら生卵で大丈夫です。揚げるなら温度卵の方がいいと思います。ミスター味っ子チャップマンマサキという吹っ飛んだ思想の料理を作るモンスターを生み出してしまった原点とも言える漫画です。とっても面白いのでぜひ見てみてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。
今回リクエストをいただいたトニートニートラサルディさん、本当にありがとうございました。他の方もワンピ飯じゃなくてもどんどん作りますんで、どんどんリクエストしてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイ。